嘘つきますから。ナイスネーミング。ダブルラインとは、そう、あの二重のとこ。次ははい、というわけでみんな大好きドン・キホーテでお買い物してきたんですけども、はい、なんでなんでなんでドンキ、今回はなんでドンキ、発表会で濃いメイクをするから、ダンスのね、発表会でなんかみんなで濃いメイクしましょうってことでみんなでカラコンしましょうってことになったよね、うん、ただうちは、うちっていうか小春さんは濃いメイクのやつがなかったから今回買ってきたと。で、先日上がってるショート動画でさ、濃いメイクチャレンジみたいな、それもその発表会のためやね。あのショートでは何、濃いメイク用のアイテムがなかったから、今家にあるやつでやったけど、今回ちょっと足してみました。はい、じゃあ紹介してもらいましょう。まず絶対大事なのはつけま。それな、はい、つけまがないと始まらないみたいな。まあ濃いメイクって言ったけど、別に色が濃いとかそういう意味ではなく、つけまとか、まあ後に紹介してくる、つけまのり、あ、つけまのり、これはセットでいるよね。まあいるよね。まあ、後に紹介するアイテムで濃いしっかりしたメイクしたいということで、つけまどうなんだよな。違う、あのなんでこんなぶっといやつを選んだかというと、パパつけまのこと知らんけどさ、これは何、ぶっといの、ぶっとい方な、めっちゃバサバサ、そう、なんでこんなバサバサのぶっといやつを選んだかというと、あの普通に濃いのガンガンにメイクするから、うん、こういうバサバサのを選んだのと、ガンガンメイクに負けないぐらい強いつけまの欲しかったと、そう、うんうん、と、はい、人やん、これだからこのやつを選んだ。YouTube で見てんな。一重の人は二重の人よりも長いのをつけた方がよく見えるんだって、っていうのを見て、そう、薄かったらまぶたの重みに負けて下がっちゃうし、ほう、だから大きいのですね。なんだから、らしいよ、はい、小型視聴者の一重女子の皆さん、はい、はい、次、はい、つけまと、つけまののり、続きましてアイライナー。アイライナーっていうのはどういうやつなの？うん、ピッて引く。この目尻とか、うん、目の下は？目の下も、目の下も塗れるの？うん、ほう、塗るというか線を引く。もしかしたら下のな、つけまつげを、あ、下まつげを描くかもしれないね。あー、まつげを描いちゃう、描いちゃう。前の使ってたやつが100均のやつね、ちょっともう薄くなってきてたから、今回は漆黒みたいな、なんかめっちゃ黒いやつ、ちょっと一回手にしてやって、濃いメイクや、うん、書きやすすぎる、読めないけど、これの漆黒、一番黒そうなやつ、はい、はい、これで次はこれは涙袋と、なんか二重のメイク、それもペンみたいなこと？そう、ちょっと開けんね。え、さっきのペンではできないの？これは。うん、びっくりする。これ上ラメ。ほら。ほう。なんかさっきのペン先とは全然違う。うん、これは。それを？ラメみたいな。ラメ袋のここに塗ると。キラ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 んだよね。ああ、なるほどね。で、こっちはここ涙袋の、それはペンみたいな。そう、影を描いたり。影を描いたり、あのダブルライン。ダブルラインとは？そう、あの二重のとこあるやん、ないけど。二重の線？うんうん、そう、うんうん、そこに濃くしたい。え、それを描くことをダブルラインっていうの？多分。むずー、メイク用語むずー。はい、次ラストは。うん。次はカラコン。ええー。カラコン。はい。
バンビシリーズ。はい。カラコン？カラコン買うことは知ってたけど。どなし。こう、よくよく考えると、ええー、やわ。カラコン入れんの、マジで。最近さ、お友達ですね、通常の日につけてる子もいるよね。マジ？小学生やんな。小学生だよ。マジ？みんなのとこどう？これも家によってだいぶ差があるとは思うけど、早い子はね。おー、いい、すごい。で、リップとかはよかったん？ドンキで買うんで。そう、リップちょっと別で買っちゃってん。あ、そうなの。先に買っちゃってん、ごめんね。ちなみにどんな色？それも濃い感じにしたんやろ？まあ色はピンクとかオレンジとかじゃなくて、どんなの？深赤。深赤？濃い赤ね。へえ。深赤。他は？他？もうないのアイテム。ない。あ、シャドウは買ってないけど家にあった。ママのもちょっと借りる。黒い色。あとなんかさ、白くなる感じとかなかったっけ？あ、そう、ママのさ買ってた。そんなん。一回も使ってないってな。そうそう。ママ未使用。未使用。で、濃いの使ったらいいかなと、黒とかあるから、この濃いの。で、この辺、ハイライト使えるかなと思って。というわけで、今回は、キンキンで、夏明け？夏明けにあるダンスイベントのための、濃いメイクグッズ、買い足してみました。ドンキさん、ありがとうございます。はい、ドンキさん。いや、ドンキ、面白いな。どうなるかな、小春のメイクも楽しみやけどさ、そういうつけまとかカラコンとかを入れる、言うたらギャルみたいなメイク、うん、みんなもすんのやろ、うん、いや楽しみやな。その集団をみんなみんなで写真撮る、お友達と、うん、まあメイクもダンスも楽しんでできたらいいんじゃないですか。激しすぎてつけま取れんようにな。マジ汗で取れそう。汗っかきやからな。いやマジ友達と話しててんな、汗で、うん、もうマジ取れそう。取れたらどうする？踊ってる途中に片方だけ取れたらどうする？取れた感じのフリー考えとく。いやいや取れてもそのまま行くしかない。メイクできる？あ、できる。ママにやってもらう。ママにやってもらう。ママギャルメイク得意やから。まあ確かに。いやいや、したことない。元ギャル、うん、元ヤンキーしたことないからできないのよ。つけま三重につけてたりとかで。いや、つけまつげつけたことない。下まつげバリバリ描いてた。ショーの時とか、そういう時しかつけたことない。つけたことあるやん。あるやん。だからそういう特別な日にしかつけたことない。まあいいや、そういう経験があるんやろ。ちょっと教えたってよ。日曜美容学校行ってたからね。ほら。うん。というわけで、ダンスイベントの本番、メイクも含めて、楽しみにしてまーす。じゃあねー、さようなら。今日、お下げやさ。ん？お下げって？お下げ、三つ編み。ああ。